こんにちは、Tスタイルです。今日は Z のボディをポリッシャーで磨いていこうと思います。僕の Z は2006年式で、製造してからもう13年経過するのと、あと日頃の手入れがあまり良くなかったということもあって、ボディの状態があまり良くないです。そこで今日はポリッシャーで磨いて綺麗にしてみようと思います。まずは洗車をして、あとボディについた鉄粉を鉄粉取りの粘土を使って落としていこうと思います。それではやってみます。やった！この辺が汚れてますね。はい、2日目です。他にも細かい汚れがあるので、細かい汚れも落としてきれいにしていきたいと思います。まあまあきれいになりました。このサイドステップを磨いていきます。今は結構汚れてます。それなりに綺麗になりました。やった！ホイールも磨いていこうと思います。最後は仕上げにガラスも磨いていこうと思います。ガラスの研磨剤はガラセリウムっていう、以前動画で紹介した研磨剤を使います。一通り磨き終わりました。
あとは洗車をしてワックスをかけて完了です。はい、作業終わりました。全体の様子を見るために少し走りに行こうと思います。ということで磨き終わりました。今回行ったのはボディの鉄粉除去と、あとボンネットとルーフを重点的に磨いてみました。ボディ側面などは割と状態が良かったので軽く汚れを落として、あとホイールとフロントのガラスも磨いておきました。ボディを磨くと愛着が増すので、ボディの磨きがとてもおすすめです。ポリッシャーが使えない人はボディの磨きを得意とするお店に頼んでやってみるのもいいかと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。